はい、どうも、スキルです。消えちゃう六角マラソンだ。はい、ドレミファソファミレド。消えちゃう六角マラソンやっていきたいと思います。スタートさあ、このコーナーはですね、リングの呪い、止まれなきゃスペースが出るというコーナーですよね。まあ、ばっこりクラウンね、稼いでいきたいと思います。豪快に稼いで帰っていくっていう、そういう戦法でいきましょうか。まずは、1回戦、止まれなきゃスペースですね。最近ね、ほんまレベル上がってましてね、予選からもなかなかその、部屋によっては、みんな粘り込んでくるっていうケースありますからね。まだ一人しか落ちてませんからね。さあ、抱きついてくるか。おっと抱きついてこないね。足速いな。あいつ足速いな、あかん。インコース入られた。ソフトクリームさん、生抱きつき。大丈夫か、落ちていきはったな。おっと落ちていかった。さあ、行きましょうか。スタートー。2回戦止まれない危険ですね。次からね、決勝戦だけ動画にしていこうかなと思いますんでね、よろしくお願いします。ほい、決勝戦はできればリングの呪い希望かな。勝率で言ったらそうかな。リング呪いが一番多分ね、安定して勝てると思うから。で、今回がリング呪い確定や。これこの予選さえ通過すれば決勝戦リング呪い確定なんで、絶対にクリアします。さあ、初めに来たが、ほっ、次どこ行きますか。こっち行こうか。ここの黄色ピンポイント着地というね、技を披露していく。ただ向こうから続々と殺到するんで、生走り込んで、俺は先に大海原へダイブしていく。危ないか。しまった、紫先取ろうか。紫先取りで生走り行きます。で、無理やな、これ以上は。はい、みんななかなか粘り強いね。まあ、昔はね、もうみんなパー落ちていってたのに、最近の人間はやっぱみんなもう上手い人しか残ってないっていう感じかな。よし、ストンピングアタックで一気に下まで。ここ行っといて、ここ切ってあげたら喜ぶかも。ほっ、さらにここの 3.5 マス飛び。 OK、 危ない。決勝戦リングの呪いですね。ドーレーミー。さあ、行きましょうか。スタートー。さあ、リングの呪い、危ないか。さあ、後ろ走る人おるな。俺も後ろ走るか。後ろ走るはね、ちょっと危ないっていうのあるからね。危ないけど、こうでも自分で地形作っていけるというメリットもありますから、転んだら一巻の終わりなんですけどね。寿司一巻なんですけど。さて、こっからまあ一回端っこ取るか。で、大海原超絶冒険行くわ。大冒険、大冒険しといて、右のね、やや右ぐらいがちょっと削れてるもんな。走られてるから。ただまあ一周目はね、多分楽勝圏内と思います。さあ、BGM がサビに入ったら一周目ですよ。まだポンポンポンですから、加速の段階ね。BGM が。さあ、パーってきたらね、パー。絶対音感ですから。いきます。パーってきたらこれね。ドレミミドミーってきたらこれは一周目なんですね。さあ、これまだ右もう一回渡れるな。右で行きましょうか、もう一回ね。緑の人頑張って消してくるな。この場合ちょっと嫌やな。嫌やけど、突っ張って右でもう一回渡るわ。さあ、エンターテインメント車もゾクゾクとっていったところでしょうか。ジャンプ耐久で、ただ前とっとかんとちょっと怖いからね。右のややこっちなんです。ややこっちやから、この辺ガンゴリ切りに行くっていう。で、この後がもう右無理やね。もう右無理、左みたいね。左一番奥かな、チャンスあるとすれば。うん、左一番奥のみですね、チャンスあるとすれば。なんで右座ってから一気に圧かけます。グイーン、シュビビビビーンっていう感じで。さあ、おっと、緑の人も賢いですね。ここはワンチャンやもんな、ほんまに。ここの最先端行くしかないですから。ほっ、行きましょう。せーの、おしゃー、優勝、優勝。決勝戦止まる危険ですね。あー、ピンポンピンポーン、スタート。さあ、決勝戦止まれない危険ですね。これ勝ったら嬉しいよな。止まれない危険一番難しいレベル。まあでも得意ではあるけどね。止まれない危険スペースよりかは得意かな。止まれない危険スペースもね、列車戦法とかで、ね、まあ得意は得意やねんけどね。なんかつまみ落とされたりするから怖いからね。リング呪いかこの止まれない危険であれば、高確率で優勝できるんじゃないかなっていう、そういう感じ。さあ、まず、おっと、生つまみか。緑に生つまみされたな、完全にな。さあ、また狙われてる。うわー、狙われてる狙われてる。日本サーバーなんでね、これね。皆さん視聴者の方と思った方がいいよな、これ。これドアダッシュスキンといえば俺みたいな感じやからさ。皆さんもう分かってるんですよね、完全に。俺の姿、正体がバレてる。
さて、これ名前出しといた方がいいな。名前出しといた方が敵位置が分かりやすい。こういう風にしてね、消したらこんな感じですけど、分かりやすい。ほら矢印で教えてくれてようなの。サマングラス、あそこポツンと穴開いてるから多分下に置きとおんねやろな。あ、誰か、あれやな、黄色仮装全削り戦法してんな。水色でライン切りはこれ無理か。したところだよな、これな。水色でライン切りしたところで下までは耐えられへん。一応あそこあるけどな、でっかい島がここね、あるけれど、でもガムテープ、ガムテープ野郎がおるから、結局みんなでやり合う形やね。早めに大海原行きましょうか。さあ黄色仮装から、あの人どこ行った。あ、まだ黄色仮装全削りしてんのか。さあそろそろ終盤になってきたが、どこの島を取るかですが、島がないね別に。ノット島やなこれな。島なし、無理だ、ノット島だ。急ごう急ごう急ごう、これもう早くこっち、ここで向こう側に身を寄せて早く渡らないと。はい、チャンスか。いやーでもチャンスでもねえなこれ。結局そこら中に人がおる。ふっ、渡り込んでいくが、どうする、ターン、オッケー、こっちやね、こっち切りたい、ここごっそり切りたい。よしよしよし、もう雑に雑に、ふっ、長ずタックル無理か。そっち行くか、やめて、よいしょ、ピッポッパ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 ルル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 。さっきの止まるの剣はね、あの右サイドを先に取られてしまったっていうのはね、やってしまったかなと思ったらやっぱりやってしまってたっていう話ですよね。右残ってたもんね、いっぱいね。あそこはちょっともう一瞬でついていけなかったっていう判断ミスですわ。ただリングの方に関しては判断ミスがあんまりないですからね。全部見るだけなんで、視野の広さ、草食動物と思い込んだら大丈夫ですよ。シマウマのようにして全タイルを見ればあそこ渡れるなとか分かりますからね。もう情報が全部こうやって走ってるのはコピーしてるんですね、これね。ステージをここありますよっていうのをどんどんコピーしてる状態、ファックス送るようなもんなんですね、これね。なのでこうやって走ってます。こうやって右と左のタイルはどんなもんかなっていうのをね、脳内に今コピーしてますんで、ね、さあまずは1周目削り具合はどうだっていうのを見ていくんですね、これでね。まあもう1周楽勝できますよねっていう話よ、これ。さあかなり人減ったな、これ。あらららあと4人、ちょっと危ないね、これ段差危ないね。一回ちょっとこっち走りますわ。で一回これ浮上してからもう一回右寄せるわ。もう一回右からよいしょ。さあこれはちょっと危ないですから、この人先行させてってイメージで、もう一周いけるか、もう一周いけるな。おっと前転んだってなってくると、もう一周いけるのを知った上で左取りに行った方がいいな、これな。左の前取ってあげよう。今度手前を変えます。このアメちゃんよりも先行くことによって左サイドを削り込むという戦法。さあやつ嫌がっているが、段差を作ってあげる。いやこれもう右行くわ、確実に渡った方がいい。いいよ、もう一回はこの辺りで渡れそうやね。おっとー、やりましたね。決勝戦止まらぬ剣ですね。ピンポンピンポーン。さあ行きましょうか、スタート。決勝戦止まるのが危険ですね。さあメンバーはこのようなイメージですね、イメージングレース。さて強そうな方は特にまあね、そんな明日を感じるようなスキンはないかなって思ってますんでね、今回俺の独壇場一人旅になるんじゃないでしょうか。3マス飛びから、おこの方ですね、この方なんかね、あの予選から掴んできたりしてると思うんで、視聴者の方ですね、おそらく。最下層、いや水色削り戦法ですね。あの緑の方ね、リングの呪いの時に手振ってくれてましたから、さっき予選でね。なかなかみんなね、あの視聴者の方全員がもうほぼ視聴者の方と思っていいですよね、これね。なんかその自意識過剰って思われるかもしれないですけど、大体そうやから。よいしょ、ほい、みんなね俺を知ってくれてる可能性が高い。半分以上はもう知ってるでしょ。ほっ、これはどっち行こうかな。向こうの島がでかいね。まあでもいいか、
でもこの人がスローなんやったら俺いっちゃおう。いっちゃおういっちゃおう。これも押した、危ない、オッケー耐えた。でこれでこうやね、向こうの島渡りつつ、そこ下いますからね。 3.5 マスそれ行きたいけどやめとこう。こっち先行くか。でもうワンターン行こうか。で上から人降ってくるよな、これどっち行く。あーあっちの紫が欲しいな。いや別に譲るか。あーじゃああっちの紫欲しいな。ほっ、判断早く行かないとあかんよこれ。行きましょう。よし、でかい単独泥棒。うわーでもこの下の黄色もな、ちょっと多いからな。今回ペースがスローすぎて、せっかく上取れたのにって感じや。どういこっかな。とりあえず間開けて下見えやすくするわ。はいはい、なるほど、向こう側っていう感じか。うわー微妙、向こうの黄色が多いな。せーのなってくると、ここストーピングアタックですねこれね。であの緑どうする、緑が自ら落ちてった。あんまりやり合ってる暇ないですよこれ、決着つけないと。ふっ、ダメだダメだ、それしちゃダメだ。だから言うとるやろ俺ら、だから何がエンターテイメントじゃん。決勝戦リングの上ですね、ドレミスタート。さあ9名でもリングの多いですね、強いメンバー当たってますんでね、これね、もう視聴者の方々ばっかりですわ、強いメンバー。この後ろのさオレンジの方とか、あとこの赤い方も上手い人やし、いやあの緑の方も視聴者の方やしな、おそらく。でヨーヨーさんとかもおるから、あのマントかけたメガネの人もね、これは勝てたらまあ上手いですよねって認められる、これ勝ったやつが強いんだという認められる試合になりますんで、小学生みたいなもんですよこれが。でこのほら絶対強いやん、この白いハチさんみたいな長女みたいな。さあまずは第1周です、運命の楽しんでいきましょう。リングの呪い、ここまでの金はちょっとあんまね勝率悪いですけど、リングの呪いは結構勝てるからな。ここまでの金も勝てるはずなんですけどね、なかなかね外かぶって勝てないみたいなのが多発するからな。お前行きましょう、これギリギリ渡れるのはもう1周なので、まあ右突っ張るか、このまま右突っ張らせてもらう、右の前突っ張って、で右潰して左みんなで寄りますか。かいや突っ張った方がいいなこれな、突っ張った方がいい、今から C の変更は危ない。ふっ、右の前突っ張ろう、よいしょ、こっち行こう。でこれでも右ルート勢はみんな危ないはずやから、オッケー右ルートも切れたな。さあ左ルート限定戦スタート行きましょう。さあこれは左の前が取り合いになりますよ、当然超絶前取り戦。よいしょ、さあ前入った、おいしい、よいしょ、ふっ、ヒップガス、ここでよいしょ、ヒップガせないか今ので、やるな今のでヒップガせないやと、何もやほんま。よいしょ、ヨーヨーさんやからねこれ、めちゃくちゃうまい方ですから。しかも右から渡ってる方もおるやと、なんちゅう人間や君たち、さすが昇格戦、甘くないなこの世界。さて右も厳しいぞ、でも右厳しいぞ、行きましょう。うわあくそ、そこのやつタイル踏みたかった、何がエンターテイメントじゃん。決勝戦トマノケンですね、あーピンポンピンポーンズ。さあ行きましょうか、また強いメンバーですよね、さっきのヨーヨーさんもおるから。さあ勝ちたいですが、トマノケンほんま難しいからな、最近みんな上手いですからね。とりあえず最上階取ってもごっそり行くみたいなイメージいくか。お、いて、ほんまにさっきと同じメンバーやもんな、完全にな、そのまま連続でマッチングをしたから、これ勝てたらまあ、だからさっきの昇格戦をもう一回みたいな感じだから。ほい、この方も強い方ですから、このおサメさん、可愛らしいサメね、どーもくんみたいなスキンなんですけど。ほい、最下層ぬわっと全削り戦法ですねこれはね。さすがにこのメンバー相手に最下層全削りか申し込んだところでね、あかんもんね。 3.5 マス飛びからのもう一度 3.5 マス飛びというこのテクニックね、披露していく。ほい、つくずんぱんポンズーはポン、つくずんぱんポンズーはポン。さあこれで使い切りかな、結構こっち行こうか。 OK で巻き込んでのこっちへ逃げていくがもうダメだ、進路不足。
ストンピングアタック上から紫紫でみんな集まっていく。自分の島を作れるかどうかですが、うーん、いやー猫さんこっち寄ってくるからこうか。これで結構作れる。それなりに OK。 少しやね、少し作れた。であそこ渡れそうなのでうまいことやっていきたいが、いやこの後がでもクソルートになってしまうな。これとりあえずここ渡りますわ。でここから黄色渡って、その生走りザボンバーサンマストビは縫い止められない陸が、この人全部削っといたらいいわ。ほんならあいつ、そう黄色い人がもう向こう行くから、みんなみんなみんながみんな向こう行くところを逆に、いや残ってもまま無理なわけやな。あでも切られるなこれ。じゃあもうこっち行こう。おやめてな、それ以上は。ふっ風さあどうでしょうか。判定上何がエンターテイ